皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日はですね、もう今週もずっと暇なんですけど、今日は4人お客さんが来てくれました。本当にありがたいです。で、今日はね、ちょっと思考を変えてというか、実は私、株をね、始めようかなと思いまして、始めようと思ってるっていうことはめちゃめちゃド素人なんですけど、で、いろいろ YouTube とか見たりとか、自分なりにちょっと勉強して、 SBI 証券ので口座を開いて、積み立てNISAで始めようかなと思ってたんですけど、今日のニュースで SBI 銀行がロシアの、今ロシアの戦争があるじゃないですか、それのスイフトで分かりますかね、その国際的に銀行のやり取りができなくしてるっていうやつを排除されたの知ってますかね。それの抜け道、要はそのロシアをこうブロック しちゃうわけだから、もう経済貿易とかできなくなるようにっていう経済制裁の一つだったのに、その抜け道を提案してるみたいなところニュースがあって、それもし本当に大々的にやっちゃったらちょっとブロックされちゃうなと思って、やっとね申請して、口座開設のこの申請書みたいなのが届いて、いよいよ本当に始めようと思ってた矢先にこんなことになっちゃって、皆さん大丈夫ですか？でも本当の情報かちょっとまだ分かんないけど、そんな情報が流れてきて、もし凍結されちゃったり銀行が危なくなっちゃったりしたら怖いなと思って、今ちょっとどうしようかなって悩んでるんですけど、でも株は始めようと思ってます。皆さん投資とかしてますかね。私は、一人親だし、この商売もね、いつまでお酒飲む仕事だし、夜だし不規則だから、いつまでできるか分かんないなと思ってた矢先に、うちの従業員の子がねやってたりとかして、ちょっと興味を持ち始めようかなと思ってるんですけど、ちょっと蓋を開けてみないとわからない部分がたくさんありすぎて、今ちゃんとこれをやるってはっきり言えないんですけど、どんな感じになったかみたいのをちょっとご報告していこうかなと思ってます。全世界のやつに投資しようと思ってるんですけど、積み立てNISAは年間40万円までしかこうお金を入れられないんですけど、こうコツコツ複利でね、財をちょっとでも築いていければなと。NISA 知ってますかね。NISA って普通の株とかだと 20% 税金が取られちゃうんですよ。で、それが5年ぐらい前なのかな、国がもうちょっとその年金制度が危ういから、自分でその老後の資金を貯めてください、って自分でたちどうにかしてくださいっていう、だから税を免除しますよって言って税金がかからないんですよ。積立NISAは20年プラス2年、だから最長22年、普通のNISAは5年プラス5年で最長10年までできるんですけど、自分でその老後の資金をどうにかしてくださいって政府が提案しているもので、これは
やるかやらないかっていうよりも、もうやんなきゃいけないものなんだなと思って、そう始めようと思いました。で、そうそう、さっき言った米国株とか日本株とかよりも全世界の株の、そのインデックスファンドって言ったら、あのいろんな銘柄が入ってるやつを買おうと思ってます。と全世界だけど割合的にはアメリカ株が 60% ぐらいがアメリカ株のやつで、それ以外の 40% は海外のいろんなところのこう株をプロがこう選定してやってくれる、だから素人向きの、そうそうそう、ファンドでやろうかなって思ってます。でもちょっと出花をくじかれて、ちょっと今どうしようか悩んでるんですけど、またちょっと進展してきたらこの情報もちょっとずつ詳しくなってね、ちゃんと説明できるようになればいいなって思ってます。とまだ何も始めてないし、始めようと思ったらこんな感じになっちゃったんで、ちょっとどうなるかわかんないけど、でももう近日中に始めるんで、またもしやってない人はよかったらちょっと一緒にやりませんか。まあ、リスクはあるけど、あのNISAとか積み立てNISAって、その国が推奨する、もう絶対、まあ絶対じゃない、 100% リスクがないわけじゃないんだけど、あのなるべくリスクが低いやつをしか選べないんですよ、逆に。そうそう、だからその中で選んで、うん、あの少しでもね、あの老後の蓄えになればいいなと。老後2000万かかるっていうからね、ちょっと今ほら、今世界が不安定だから、逆に言うと今買い時なんですよ。で、多分一時的だと思うし、コロナもね、先もう少しでどうにかなりそうだし、景気は上向いてくるはずなんで、そう始めようと思います。よかったら一緒にやりましょう、うん、というわけで今日はここまでにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。少し早いんですが、おやすみなさい。また次回に。